いや、多分僕だけだと思うんですよ。僕が変身なだけだと思うんですよ。そうかもよ、はい、自分なんかそろばん弾いてるせいかわかんないですけど、数字に形を感じるので、あ、多分相当変わってる、痛いやろ。数字に色感じる、はい、色っていうよりは僕は形を感じます。形か。なんかちょっとなんか煮て柔らかくてなんか、うん、ちょっと丸くて、まあもう見応えあるなみたいな。わからん。絶対わかんないです。1なんか尖ってあるなみたいな。まあまあ1尖ってるっていうのはちょっとわかるけど。はい。で 5、うん、5がなんかちょっとつかめないような、なんかコップみたいななんか変な感じ。はい。そうですね。まあ、こういう形をすごく感じるので、なんかこう数式を解いてるとき、これをなんかパズルを解いてる、うん、それこそルービックキューブいじってたりとか、はいはいはい、そういう感覚で僕はちょっと数学の授業が大好きでした。へえ、そのソロ版やってたっていうところもあるし、はいはい、数学は得意だったんですか？数学は、はい、得意でした。おお、やっぱり高校も、まあ、普通科だったんですけど、うん、普通科の中の理数の専攻で、数学の授業は毎日ある。で、毎日あったんだ。毎日あって、なおかつ、火曜日と木曜日は1日の中に2時間数学があるっていう。そう、そんなに数学勉強したんだ。はい、理数専攻の科にいて、だから女子にすごい雰囲気で。普通科の高校なのに、工業高校かなって思うぐらい、クラスに、はい、クラスに女子が6人。少ない。はい。工業高校だったら、まあ、これでも多い。って思うかもしれないですけど、まあ、でもあんまり変わんないよっていうような、変わんないね、はい、6人だったら。だからなんか文系のクラスとなんか別世界でした。いまだに同級生で、あ、同級生だよって言われても、人数もすごく多かったもん、ね、で なおかつちょっと会とか分かれるんで、顔分かんないね。そうですね、人数多くなると。すいません、僕あまりちょっとっていうドキマキしながらいつも答えます。私も中学校の時7クラス8クラスあったから、はい、同じ学年だったよとか言われても全然顔わかんない。大変ですよね、うん、8クラスとか。8クラス、僕の高校はだから12クラスあったんです。多い。そうなんですよ、12クラス。今は減ってるみたいですけど ね、やっぱ少子高齢化ですかね。そうそうそう、子供の数が減ってるね、はい、絶対数が減ってるので、まあ、クラスが減少するのはもうしょうがないんですけど、逆に僕の通ってた小学校、中学校は増えて大変になってます。へえ、また増えてる。地域性ですね。うん、僕がいた時には、うちの家の周りは、ウージ畑って言ってた。ウージ畑、はい、サトウキビ畑だらけだったんですよ。はいはいはい、要は家がもう畑の中にあるみたいな。へえ。そんな地域だったんですけど、今周りマンションだらけです。マンションも今めっちゃ建ってる。ニョッキニョキです。うん、1ヶ月に1本建ってる。うん、それぐらいの勢いかも。この辺でもすごい立ってますよ。ここもすごいですよね。宜野湾市内もだいぶ変わりました。なんか土地の値段だいぶ上がってきてるらしい。そうです、そうです。僕が本当に幼い頃と今のこの宜野湾の状況も全然違いますし、うん、僕の住んでた地域も全然違うので、うんうん、僕こう見えて一応昭和生まれなんですけど、本当に幼少期は舗装されてない道が家の前にあって、うん、で木材屋があって、なんかその向こうにちょっと草が生えてなんか川が通ってるみたいな、結構田舎な感じで。そうなんですよ、本当にもうなんか昭和っていう生活をしてたんですけど、小学生からガラッと変わりました。あ、そうなんだ、はい、ゲームとかが使えるようになったりとか、 あと友達と遊ぶのも、ね、まあ、でも僕たちの時はまだ外で遊んだりとか多かったんですけど、うん、今の子もね結構外で遊ぶ。そうです、そうです。なんか職業体験だったりとか、はい、あと PTA の番組があるんですけど、はいはい、そこに遊びに来てくれた中学生たちとかに話聞くと外で遊ぶって言ってましたよ。なんかその方がやはり新鮮なのかもしれないです、うん、ゲームとかあんまりしないって言ってました。はいはい、ゲームするのは結構、ね、上に行った高校生とかが多いですかね。やはりスマホを持つとなんか無料で遊べるからゲームやっちゃうみたいな子たちは結構見かけますけど、あ、確かに外で遊ぶ子でもゲームしますからね、今の子たちは。そうそう、外に持っててね、はい、スマホで僕はちょっとスケートをしてるので、スケートボードやってる子たちとか動画でチェックして、こんな技すごいよねって言ったりとか、 そうかあとはちょっと疲れたらすぐ横でゲームしたりとか、うん、あ、やっぱ時代が違うなって思います。キョン君は何、はい、
どれぐらいの時期から2が好きなんですか？いやもう2が好きなのは本当に小学校低学年小学生か。はい。で、そうなんです。小学校も1年生の時にそろばん始めたんですけど、まあ、それに近いぐらいの時からはもう好きです。へえ。もともと嫌いじゃなかったんで、まあ、でもやっぱり僕もスポーツやってたりとか、あの負けず嫌いなんで、うん、でも2番手って嫌じゃない？あの、はい、1番がどうしてもいいって思いがちなんですけど、うん、2番ってあのなんか隠れたかっこよさなんですよ。ちょっと表にあんまり出ないけど、あのいや俺だって実力あるんだぜみたいな、はい、あの1位の人ばっかり目立って後ろに隠れてるけど、いやだって俺だって2番だぜみたいな、いつでも追い越せるぜ、いつでも狙ってるよっていうか後ろから狙ってる、ちょっとかっこよくないですか？かっこいいですね、はい、それは。ちなみにあの今西さんの方は何か？2位でしょ、はい、2位といえば、はい、2人兄弟です。2人兄弟なんですか？はい、妹がいます。あ、しかも2つ違いです。2つ違い、うん、2個下の妹がいます、ね、じゃあもうそれこそ2が続きますね。そうですね。で、あさって、2日後に、はいはいはい、沖縄に遊びに来ます。あもう楽しみじゃないですか？そうなんです、めっちゃ楽しみなんです。でね、はい、妹夫婦が遊びに来るんですけど、はいはい、その旦那さんの方が沖縄初なんですよ。あ、旦那さんの方が。そう、だから沖縄すごい楽しみにしてくれてて。あ、そうなんですね。どういう印象持たれますかね？ねえ、でも今めっちゃいい時期じゃないですか？もう最高ですよ。最高でしょ。こんな晴れて、こんな週末もね、晴れ予報ですね、はい、どこ行っても天気いいですよ。そう、最高ですよ。降ったとしても一瞬です逆に涼しいぐらい本当に楽しみにしてます、はい、ちなみにどっか連れて行こうと思ってるところとかは、うん、ね、ダイビングする予定です。ダイビング、体験ダイビングに。ダイビングですか？青の洞窟なと思って。あ、もう噂の青の洞窟。噂の、まだ私も行ったことないんで。僕もダイビングはまだ未経験なんですね。ダイビングね、はい、一回やってみないと合う合わないが分かんないかも、はい、でも、ね、僕は絶対合うと思う。本当？あの無重力を経験したいです泳ぐの得意？泳ぐのは大の苦手です。あ、苦手？はい、私もすごい苦手。金槌でした。あ、そうなん。そう、さっきね、高橋さんが言ったけど、はいはい、沖縄人泳げない人が多いって。そう、泳げない人が多いって。僕の場合泳げなかった理由は、うん、ガリガリだったんですよ。ああ、浮かない。体脂肪率低すぎて。わかる。わかる。で、陸上競技をやってたもんですから、うん、もう本当に一番全盛期なんて体脂肪率 3% とか。もう浮くはずがない。体重は軽いんですけど、うん、54とかなんですけど。いや、それはちょっと。はい、海っていうか、その泳ぎ向きじゃないですね。そうですね。授業でプールを通って、うん、まあ、泳ぎから基本から教えていただいて、うん、まあ、25メートルは全力で泳げばなんとか、うん、でも浮かないからすごい疲れるんですよね。もう力でいってるみたいな感じ。そうです、そうです、そうです一番びっくりしたのは、ちょうどその時に毛伸びの練習から、毛伸びができれば泳げるよって先生に言われて、はいはいはい、毛伸びを練習させられた時にバーッつってこうフォルムをやって、うん、まあ、ちゃんとできたんですけど、うんうん、まあ、10メーターぐらい過ぎて、あ、もうさすがに浮いてるだろうなと思って手をかき上げたら水面から手が出ない沈んだまんまだ沈んだまんま、はい、ずっと潜水浮き上がらずに空気も溜め込んでるはずなのに全然ダメじゃないですか、はい、まあ、そういうことがあってあんまり泳ぎは得意ではないんですけど、うん、まあ、でも、まあ、嫌いではないですね。昔は嫌いだったんですけど。じゃあダイビングぜひ、はい、やってみたい。やってみてください。シュプリームさんからコメントいただいてます。はい、この時期青の洞窟は大渋滞だよって。洞窟に入るのが人待ちが半端ない。そうなんですか？まあでしょうね。まあ、スポットも限られるので。そうなんだ。でも3連休で混むと思って、はいはいはい、一番早い朝9時の便にしたので張り切っていきます。そうですよ、はい、早くから、はい、朝から行ってきます。もうね、だって昼になって日が昇ってしまうとまた暑いじゃないですか、はい、そうですよね、うん、朝から行ってきます。はい、また来週お伝えしますね。青の洞窟、青の洞窟、うん。
じゃあそろそろ一旦 CM に行って、はい、あのゲストのお二人にもまたセカンドの話を聞いていきたいと思います。はい、で僕実はあのさっきこそっと2つ理由があるって言いましたよ。もう一個聞いてなかった。そうなんです、実はもう一個あるんで、それもまた言いながら、はい、では CM の後にお伝えしたいなと思っております。では皆さん一旦 CM です。なんて言ってんの？抹茶企業生高速。生あ、抹茶企業生高速。あ、抹茶企業、あの、待っといてよ。待っといてよって。はい、今高速走ってるからコメント待ってよってことで。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんもう。もうね、こんなボロボロな僕の放送聞くのなんか怖いと思いますけど、ドキドキハラハラ、しばらくはちょっとあのスリルを体験してください。みんな応援してくれてるので、本当にありがとうございます。伊沢さんは先週も来てくれたかった？そうですね、リスンラジオから聞いていますということで、伊沢さんありがとうございます。ちょっと僕の理由長くなりそうなのですいませんけど、先に振っても大丈夫ですか？先に振りましょう。はい。セカンド俺喋ってさ。これセカンドで止まらんの。ボイクさんからじゃあ。セカンド。まあ、何でもいいですよ。2にまつわる。もう最悪で何でも関係なくてもいいです。はい。あのまだ大丈夫です。僕が合図しますね。はい、じゃあ間もなく CM 開けます。はい、皆さんどうも、時刻は5時42分43分になっております。今からそうですね、先ほどの続きで、セカンドをまたゲストのお二人に聞いていきたいと思いますが、まずは、小池さんの方から。はい、あ、いいですか。はい、2にまつわるお話を。そうですね、もう今ちょっともういっぱいいっぱいなんですけども、また話戻るのですが、はい、創作、この第14回創作市民劇ジャナの公演日がですね、はいはい、平成30年の2月の25日となっております。これも2が2が2つ入ってますね。2が2つ入ってますね。2を3つ入れたかったんですけど、まあ、この週刊上、はい、年表表自体がもう2月25日の日曜日という形になっておりますので、はい、皆さんこちらの方をぜひ覚えてくれたらなと思っております。まあ、そうですね、自分のこの2にまつわるものに関してはですね、まあ私趣味でちょっとゴルフとかやるんですけど、はい、よくこのみんなと友達とですね、10名、12名ほどでやるんですけども、うん、上から2番目か下から2番目なんです。そう、いつもですか？なのでどちらがこの2位の商品とブービー、はい、つまり下から2番目っていうものに関しては、はい、もうほぼっていうほどゲットするっていう、この実はがですね、友達でしたね、ゴルフやってる仲間うちでちょっとありまして、この辺については私も身については得してるのかなという感じです。毎回お土産をゲットして、そうなんです、されてる。いいですね。調子いい時は、ボール12個、調子悪い時は下から2番目のボール3個っていう形でもらったりしますね。そうなんですね、はい、楽しいですね。沖縄県内にあのゴルフ場たくさんあるじゃないですか。はい、ありますね。どこ行くんですか？私は主にギノーザカントリー。ギノーザ、はい、もうよく行きますね。ギノーザおすすめですか？そうですね、あそこもまた、
風当たりも結構ございますし、また、このコースがね、やっぱり大自然の中に囲まれている感じ、で海も見えますし、山並みも結構見えるところなので、海も山も、はい、そうですね、そういったところではやはり快適な場所かなと。いいですね、いいロケーションでゴルフできて最高です、最高ですね。ゴルフって本当にあの自然と一緒になれるスポーツだなって思いますよね。そうなんです。で、稀にですね、いろんなまた動物たちもいてですね、まあ、よく見るのはカラスなんですけども、またこのカラスがちょっといたずらに、ちょっとおにぎりとかですね、拝借してちょっと空へ高く飛んでいったら、まあよくある話なんですけども、まあ、そういった話とか、まあ、稀にこのシロサギなんかも飛んでるのを見たりして、でやっぱりまたこのマングース、はい、この山を駆け巡ってる姿をちらほら見たりして、で、まあ、プレーだけしてるというよりも、まあ、自然を楽しんでいってるっていう形でですね。ヤンバルクイナはいないですか？ヤンバルクイナはまだ見てないですね。ヤンバルクイナ出てきたら貴重ですよね。そうですね、かなり貴重だと思いますよ。ヤンバルクイナ、いいゴルフ日和になったと思います。いいゴルフ日和ですね、それは。じゃあ続きまして、今度は千奈さんの方にもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか？はい、おじさんを待ちかねてしてまして、あ、ありがとうございます。2位、はい、セカンド、セカンドでございます。セカンドラブ、セカンドラブ、まあ、日が高いんでセカンドラブはなしにして、まあ市民劇関係なんですけど、はい、まあ市民劇過去に戻るということで、はい、うちの口使うんですね、大げん、はい、今の若者、まあ、沖縄出身の方、出身じゃない方も、まあ、内縄口という大切な言葉があるんで、これもちょこちょこっと教えていくんで、言語にするとかじゃなくて、はい、第二の言葉として、なるほど、持ってっていうか習得していただければ、まあ、日常的に使うんじゃなくて、本当にちょっと使うだけでも構わないんで、はい、ちなみに今みたいにマチカンティーしてますよとか、マチカンティーとか、マチカンティーって送ります。マチカンティーってどういうんですか？ずっと待ってましたよ。ちょっと待って、待ち ぼ, け, 待ちぼけてました。結構こうちょっと近い、ちょっと近い、ま、待ってもワクワクしてる、ね、なんかちょっと印象が、待ち遠しかった、待ち遠しかったとか、こんな感じですね、はいはいはい、軽い気持ちでフットワークを軽くで使っていただきたいっていう思いで、第二の言葉とセカンド、いいですね。そうです、うまいですね。さすがでございます。さすが。使っていただきたいと思います。はい、2回目の振りにも見事お答えいただいて、まさに2で。そうですよ。ありがとうございます。あ、初見の方が来ていらっしゃいますね。はい。これは東京スラッキーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。FM ディナワンのラジオをツイキャスでお届けしております。皆さん、ぜひあのもうガンガン投稿の方よろしくお願いいたします。はい、ます今日はあのセカンドを、トークテーマとしてお送りしております。ですね、僕の方また理由が2つ理由があると言いまして、そうそうそう、もう1つ理由が残ってる、1つと言いましたよね。何ですか？はい、すっごいマニアックな話なんで、まあ後に回したんですけど、この2という数字、うん、実はすごく特殊な数字なんです。どういうふうに、皆さん素数っていう言葉は聞いたことありますか？はい、素数っていうのはあの、まあ、高校の数学とかで習うんですけど、まあ、1かもしくはその単体の数字、うん、どっちかでしか割ることのできない数字、はい、ということを素数っていうんですけど、はい、まあ、正の数ですね、1より大きい数字、うんうん、まあ、小数点とか分数とか抜いて、うん、ちゃんと整数で、でその中で唯一偶数で唯一入ってるのは2だけなんです。ああ、そうか、本当だ。そうなんです、2ってだからオリジナルなんです。オリジナル、唯一の数字なんですよ。本当だ、2を除いて偶数で素数になる数字はありません。ないないない、うん、絶対2が入る、うん、へえ、唯一の、はい、だからこの理由に気づいた時にすっごいしっくりきましたね。かっこいいみたいな、うわー、2ってなんかすっげえ特別じゃんそうか、はい、そういう意味があったのね、はい、だから1って一番かっこいいんですけど、うん、さっき言った隠れた2のかっこよさ、かっこよさ、まさにこれだと。ありました、はい、隠れておりました2って実はオリジナルなんです本当だ、そんなこと考えたことなかった、はい、
これは本当にだから数字が好きな人間が暇つぶしに考えてる本当にね、はい、数系ですね。僕はもうだから数字っていうのが本当に大好きで、じゃあもしかして来週のテーマ3だったりするんですかあのそうですね、3でって言おうかなと思ったんですけど3って多分皆さん余計難しいと思うんですよ。余計難しいよ。もう1つしかないじゃないですか、もう大体あの、何も投稿が来なくなっちゃう、永遠の背番号みたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、もうそれだけになるじゃないですか。それほど僕野球も詳しくないので、ね、だとしたら3じゃなくて他でいこうかなっても考えてるんですけど、何がいいですかね。もし3を語れる人がいたら、はい、もうキャン君に直接メールをください。あ、もうくださいください。3を語れる方いたら、はい、一緒に飲みたいです。お酒一杯をおごります。797アットマークのメールの題名をもキャン様って書いて、はいはい、3について熱く語っていただけたら、はい、夜ぜひですねご一緒して、まあ、飲みに行く3について一晩中話を語るっていう、今の感じで分かっていただけると思いますけど、一晩中僕は2で語れますから怖い。これで女の子に嫌われるんですよね、多分。みんなドン引きしちゃうんですよ。もう2と3の話は居酒屋でしてください。放送には載せませんので。そうですね、放送には載せられない。なかなかみんな理解してくれない。そろそろじゃあお時間52分、はい、52分。ちょっと、はい、お知らせをここでさせてください。そうですね、はい、FM ギノアンからのお知らせです。 FM ギノアンよりスペシャルイベントのお知らせです。毎週金曜日朝9時から放送中のビューティーの今日はいい日明日はもっといい日の放送が100回を迎えます。この100回を記念して公開生放送スペシャルイベントを開催いたします。日時が8月26日土曜日19時からスタートです。19時からの2時間の生放送、そして生スペシャルライブもあります。そして場所が、ガレージバー JJ、 料金が2500円、ワンドリンク込み、子ども料金はいりません。こちらのチケットを FM ギノアにて、販売開始しております。 FM ギノアに直接買いに来ていただくか、県外の方はお電話にてチケットの取り置き予約ができますので、ぜひお電話ください。電話番号が 098-943-0094 となっております。ぜひご家族ご友人お誘い合わせの上お越しください。そしてですね、もう一つ、ギノワントロピカルビーチよりお知らせです。トロピカルビーチジュニアプログラム2017、今年も開催します。今月がですね、7月29日がまだ開催予定となっております。午前の部が10時から午後の部が14時からとなっております。こちらが水に親しむ基礎的なところから、海の楽しさ、海の危険性、身を守るための知識等をライフガードと一緒に楽しく学ぶことができるプログラム、素晴らしいですね、はい、トロピカルビーチジュニアプログラムです。ぜひご参加ください。お問い合わせ先が 098-897-2759 となっております。ぜひご参加ください。はい、ありがとうございます、はい、このジュニアプログラムはどれぐらいされてるんですかね、うん、でこれ毎年してますよ。で、幼児から高校生まで参加無料で、はいはい、あ、親御さんも一緒に参加できます。いいですね、うん、実は僕住んでるのが沖縄市でして、はいはい、沖縄市民なんですけど、だから向こうはビーチがないんですよ。あ、そっか。だからこういった海のなんかイベントっていうのはやはりギノアンならではだなと、すごい羨ましいですね。ならではですよ、トロピカルビーチならではですので、はい、子供たちっていうのはやっぱり海で遊ぶの好きじゃないですか、うん、だからやはりなんかどういう危険があるんだよっていうのはちゃんと知るっていうのはすごくいい機会ですよね。ライフガードさんがね、はい、教えてくれるんで、丁寧に教えてくれるそうですよ、はいはい、海はですね、ただ単にまあ、綺麗ですごいいいところなんですけど、まあ、危険な生物もいっぱいいる、うん、でなおかつ間違った遊び方をしたらやはり大怪我をしたり、ね、はい、命に関わることもありますので、皆さんちゃんとした遊び方を学んでいただければなと思いますよね。はい、はい、お時間まもなく1分ほどになりましたね。はい、はい、今日ゲストのお二人いかがでしたか。ぜひ、はい、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう、はい、ありがとうございました。最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ急にですね、僕が
セカンドについて何か考えてくださいとか本当に急に振ったのに本当ですよ、もうすぐお答えいただいて、ね、感謝極まりないです。いえ、とんでもない。もう3のこと考えてますそうですか。もうすでに3を考えていただいてる。はい、私4考えておきましょう。じゃあ4お願いします。4、3と4があるとは飲めそうですね。はい、もう僕はもう今日酔っ払って帰りそうですよ。あ、ダメダメ。はい、ではお時間が間もなく30秒切りましたので、ではエンディングといきたいと思います。では皆さん、今日は本当にお聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、サザンブリーズ明日もやっていきますので、皆さん日替わりの MC の皆さんのトークを楽しんでください。では、さようなら。さようなら。スプリムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にもうなんか助かりました。こちらこそ助けていただいてありがとうございます。いや、劇面白そうですね。さっきちょっと冒頭の部分読んだんですけど、あ、もう面白そう。今回は笑いあり涙、落としたところいいですね。ツイキャスの皆さん、ありがとうございました。ちょっとお時間なの、あれ、カーソルが動いてないですね。熱で、すいません、お忙しいところありがとうございました。放送にお付き合いいただきました。市民劇の資料は置いていきますので、はい、ありがとうございます。スタジオの方にちょっと僕は興味津々な出演者募集してますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。次キャス、どうします？閉じないと次始まんないですね。うん、これで消せるかな。本当に。オルトってなかったですね。なんか、あの、デリートとか、ない、あの、強制終了ないですね。止まった。こっちで閉じます。うん、まだついてる。